はよん、はいはん。準備でテロップ入れた。まさに本当に準備する。まあ、メイクだけなんだけどね。もうあとは準備終わったから。あらら、あと本当にメイクと髪の毛ちょっとぐらいですね。眉毛だけで、ね、だいぶ印象変わるから ね、眉毛ね、真ん中しかないんですよ。左右ないの。このここだけあるの。こことここがないの。薄いって言ったらいいの、両側、両脇。豆芝みたいってリオちゃんに言われたことある。へー、豆芝。なんかね、なんかの犬の名前言われたんだよね。確かに左右なくて慣れてなかった。ちょっと違う。あんまメイク配信ってしないもん。犬の涙袋を書いてよ。見てただけで、ここの辺りが涙袋。みんなにね、涙袋結構あるねって言われるんですよ。嬉しい。自分ではそんなにないと思ってたから、結構あるじゃん。あとね、最近涙袋を大きくするメイクを少しだけ研究しました。大きい子って結構ね、可愛く見えるんで。可愛く見えるんだって。だから、そう、ちょっとね、大きくするあのメイクを、ね、してます。眉毛だけ描きました。描きました。アイシャドウ塗っていきます。茶色系のアイシャドウ。そうそうそう、ほら、涙袋爆誕爆誕。なんかの普通にこうやってちょっとだけこうやってやった時にできるのが、あの本当の綺麗な涙袋になるらしいですよ。女の子はね、欲しいんだよ。なんかね、言葉だけ聞くとみんな多分あの顔をあの変えたのかって疑うかもしれないんだけど、本当に違くて、年齢重ねるうちにあの二重が広がっていくんですなんかさ、言葉だけ言うとさ、整形したみたいに言われるかもしれないけど、本当に違くて、涙、あのその涙じゃないわ、
重に線がねどんどん上に重なっていくんですよ。そう、言葉聞くと多分ね、そう、なんかね少しずつね広がっていってるの今。あとね、あとをこうやってね自分でつけて綺麗な二重にしたい。こうやってねちょっとだけあとつけて、で反対側もねちょっとだけあとつけたら、その二重幅に今ねなってきてる。こっち側もそう。言葉だけ聞くとめっちゃ誤解されそうだけど、いや本当にそうなんよ。なんかね少しずつ少しずつうっすらうっすら線が入ってきてはっきりしていくみたいな。年齢を重ねるほど生きてない。確かにね、そうね。でもなんかちょうど10代今その超10その13歳ぐらいからかな。それに気づいた。死ぬ。そうしてはいないんだけどね。あー確かにそれはそうかも。死は、いや そうねそうかもね。唯一家族の中で花粉症じゃない私が花粉症になっちゃったらどうしよう。言うてそんなねくしゃみ出ないから花粉症じゃないかもって思ってるんだよね、まだ。でもそんなに咳出ない、咳というかくしゃみか、たまにだ、たまにだね。マジひどい人ってさかわいそうよね。目とか腫れちゃったりとかもするし。逆に年齢重ねるうちに花粉症で治る人もいるんですって。うん、そう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 、メイクの勉強にもなります。何分ぐらいで完成予定ですか？でもそんな時間かからないから、でもあと10分くらいじゃない？多分だけど。今リップがね、当たってた。安住にもらったやつ使ってる。マジこの色いい。安住ありがとう。感謝。この色は本当に可愛い。好き。うん。うん。理想的とかあるの？くしゃみに？マジ？嬉しい、嬉しい、うん、嬉しいの。理想って言われるとちょっと嬉しいよね。うん。やたらって。あーリップとかね。ファンデイさんありがとう。ナビ沼に引きずり込まれてる気がする。あらら。もうすでにハマってるのでは？それはもしやもう引きずり込まれている前にもうねすでにハマっているのではないでしょうか。ゆずききさんいいですよ、もともとハマっても。じゃん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 、はいどんどん、はいわっしょい。
うん。こら、ルートさん、なんてこと言うの？例のゲーム？バイキンのことかな？やばい、ダメだ、ずっとバイキンって言ってる、バイライなのにね、ごめんね。ハマったらね、もうね、抜け出せないんですよ。私の沼は残念ながら抜け出せません。そういう仕組みになっているんです。そんなはずはないと思って、自信がなく持てなくなってきた。そんなはずはないだろう。大丈夫、もうすでにノーピノマにハマっているから。そんなことないと思っても、もうハマっているんだ。お前はもうハマっているお前はもう死んでいるみたいなごめんごめん。いや、そう、底なしだからね、マジで。宇宙まで届くもん、底なしだから。宇宙って無重力じゃん。無重力、宇宙も未来も限りない、可能性無限大、見えない壁を作らないで。パピピピピポポポロマンチック、パピピピピポポポコスモチック。頭に、あ、よくわかったね、北斗の拳。イエーイ、嬉しい。北斗の拳最近わからない方がね、増えてきてるからね、話し合う人嬉しい。北斗の拳で、あー、たた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 た、終わったー、マジ好き。ノーピーがケンシロウで、ハハピーがラオウで。あ、ルートさんひどいな。ん？なぜあなたが知っているかなぞ。あー、なんかね、親の影響もあるかも。親の影響もあるけど、なんかね、その親が言って好きになるか好きにならないかはノーピーの問題なんだよね。それですごい好きになったから、そう、ちょっとしたね、小ネタで、ね、お母さんが言ってたんですよ、たまに。これはなんかネタとして使えるよとか言われて、へーって、ね、なんかね、聞いてるとすごい面白いから好きになっちゃってた、いつの間にか。だからノーピのことはいつの間にか好きになってるように、私も北斗の拳のことは、北斗の拳が、そう、いつの間にか好きになってた。そうなの。うん、漫画とかはね、特にないんですよ。あべしここかな、ここかな。いやー、いいよね、北斗の拳。なんかね、漫画も持ってないし、別にその、なんだろう、すごいたくさんの動画を見たってわけでもなく、なんとなくお母さんが話してくれて、それでなんか、あ、そのあらすじとかも分かったりするし、その何、なんかそういう感じだよ。すごい細かく、なんだろう、これはここで、ここのシーンがここだからこうだよねみたいな風に言われると、あ、なんかなんとなくわかるかもで終わっちゃうの。でもなんとなく、そのなんとなくわかる、全部イリエブあら、まあ嬉しい。うん、
四つん倒しちゃうかもしれない。ジャギだったらね。ジャギ、もしかしたら倒せちゃうかもしれない。倒せちゃう。ケンシロウだったら倒せるね。誰でも倒せるじゃん。誰でもってわけじゃないか。結構な人倒せる。お疲れ様です。はい、終わりました。私の名を言ってみろ。いやー、いろんなネタから、うん、倒されるの怖いので、逆に倒しちゃうぞ。逃げ出したらより被害が大きいよ。逃げ出そうとした方にはマジ逃げられないからね。私の石兵八人の罠で絶対に逃げられないようになってるから無理だ。ぴょーん、ごめんね、ごめんね。できた。まあ可愛いんじゃない？うまくできたかな。まあ可愛いんじゃない？自分で言うのもあれだけど。いいのかな？サラピさんのこと？サラピさんはサラピさんで、そうだよ。いろんな要素が詰まっている技ですからね。うん。ノーピー沼にハマっているとノーピー様に助けてもらえるのか。そうだよ。コウメイの子孫？ご想像にお任せいたします。浮かんだこと全部やっちゃおう。パピピプペポパポロマンチック、パピピプペポココスマチック、想像力から始まる。今チチチチャ、今イマジネーション、チャ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 、そういう歌があるんです。ツインクル、スターツインクル、ウィーヒワっていうね、エンディングソングなんですけど。夜空の宇宙を支えてみよう。ピュー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 。大きな世界にただ一人、私という星がよく見える。宇宙も未来も限りない、可能性無限大、見えない壁を作らないで。ルーム変えないで。なんでそんな私の元から去ろうとするの。なんかそんなことしようとしてるのなら泣く、マジ泣く、泣いちゃう。泣いて私が悲しめばいいと思ってるんだ。それでそこから私がこれからどんどんどんな風になっても知らないからね。全然言葉が思いつかなかった。しつこくやろうとしたけど。なんかしつこくって流行ってるの最近。わからないけど、お疲れ様です。よくわからないけど。
おはよう。あんまマイナスすぎること言うとさ、また良くないからね、言わないけど。ラピが可愛い、嬉しい。ミミさん優しい。あ、オリちゃんありがとう。みんな元気？嬉しい、元気だよ、元気だよ、元気だよ、元気でいたい。ちょっとどん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 変わってて、元気でいたいわ、やばい。でも本当に元気でいたい私。元気が一番だからね。そう、元気でいたいよ。本当にみんなも元気でいてね。私がたとえ元気じゃなくなったとしても、それがね、みんなにね、中身40代って言われるんだよね。でも本当にそれぐらい、マジそのぐらい、そうなんよ。95でしょって、70よりも超えたもん私。やばすぎ。私ね、本当にね、マジ昭和生まれの人みたいにって言われるんです。わお。どん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 年上になっていくじゃん。私よりも年上か、マジ。まあなんかお姉さん感があるってことはまあいいことだけど、そのなんだろう、お姉さんじゃなくない？奇跡だ、95歳。だって本当にそういうイメージつくからさ、やばいって。せめて40代がいいよ。まだまだ40代がいいよ私。おばあさんかちょっとまだいいかな。いやいやいや、私まだお姉さんよ。お姉さんというよりもまだ子供よ、みんなからしたら。一応14なんだから、公式で発表してんのね。えこの言い方するとまた公式ではでしょって言われるの。あー、ドロン。明治生まれ。どん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 年老いてるよ私。やばでしょだよね。ねえ、伸びしろがね、もう新旧体でしょ。本当にその通り。ベテランです。ありがとう。人生2周目、人生2周目、あ、確かにね、うん、人生2周目だとあり得るかもしれないね。うん、山あり谷あり。前世は何ですか？前世？フランスではなく、ドイツで暮らしてました。うん、確か。ドイツで暮らしてました。え？待って、私さ、もうやめよう、この前世の話。前世の話やめよう。前世13周目なんで、ちょっと覚えてないんですよね。
そう、ジェルマニーに住んでた気がしなくもない。私ね、ジェルマニーにはね何とか住んでるんですよ、人生繰り返して。そうだから、まあ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 、ドイツ語、何だったかな、ちょっと忘れちゃったな。シュナイダー先生、そんなそんな、やばいやばい。うん、あら嬉しい、14歳に思えない、やった、美しい、やったね、あののじさん。I am 16 going on 17 da 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 あれも確かね、ドイツだったっけ。 The wise, the wise, da 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 da。 多分そう、そんな気がする、そんな感じだった。うん。すごいな、もういろいろといろいろと話がさ、どん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 飛び交っていってるんだけど。昔の映画見た、昔の映画って言ったらママミアとかなのかな。ママミア Here I go again My my da 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 ママミア Here I go again My my。 これとか古いって言われるの、これ。ダダダダダシクイーン You're the only manMoney, money, money, always sunny, it's the rich man's world. One money, 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 always sunny, it's the rich man's world. Money, 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 always sunny, it's the rich man's world. Money. そうそうそう、アバさん、アバさん、これを、いやいやいや、できることならやめてやめて、そんな中ちょっとあの読み気みたいなね。そんな感じで古いのも知ってるっぽいです。私は古いのかな、本当に。これ古い意味全然感じないんだよね、ずっと自分の中で流行ってるから。よりハニーハニーハニーキューミーハニーハニートゥ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 、これめっちゃ好きなの、めっちゃ可愛いよね。ハニーハニーハニーキューミーハニーハニーアナナ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 ナもうね好き。ハニーハニー、あの可愛いんですよ本当に。あとねこれおすすめ、ちょっとね海で歌うやつなんですけど、
しい。出てくるかな、出てくるかな。いや出てこないか。どうやって出てくる？なんていう曲だっけあれ。もう忘れちゃったな。曲名を忘れた。いや全然。その歌でやったら出てくる。一番最初にね、アマモミヤ歌って調べるとハニーハニーが出てくる。で次がマニマニマニーが出てきて、ママミーヤダンシングクイーン。あ、レイオレイオラブオンミーかな。これかな。あ、これだね絶対。私ねこれね聞いてて好きなのよ。なんかね、あの恋人とちょっとね歌ってるんだけど。調べたら出てくるよすぐに。 Lay all your love on me。 Lay all your love on me。 Lay all your love on me。Lay all your love on me っていう曲名。調べたら出てくる。なんか聞いたらね、あのちょっとハマる。なんかね聞いたらずっとね音楽ずっとね返しちゃう、ここの頭の中で。途中でね歌詞で言ってる。 Lay all your love on me。 そうデビッドさんその通り、それそれ。マジそっき、なんか聞いたらめっちゃハマる。Don't go wasting our emotion。 Lay all your love on me。 In the darkness did it talk。 I let the water out of the dark。 I was stuck。 I feel cold。ダダ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 。日本語の意味は私まだ全然調べたことないんですよ。で英語で聞いててなんかこうすんなり入ってきたっていう曲です。うん、知らないか。いやそうみんなね知らないんです。大丈夫、またね共感できるようにみんなぜひぜひ聞いてみてください。
ではね、終わりたいと思います。そう、いろんなね、その昔の曲もね、そう好きだから、いやね、わかる人はね、珍しいと思う。そのなんだろう、みんな世代でもわからない方もいるから、そうしょうがない。うん、知らなくても今まで生きてきました。いや、生きてこれる今。やった、そう、生きたね、来れるの。みんな若いからね。そう、私も若いんだよ。私も若いんだけどね。そう。だから、まあちょっとね、変なところもあるかもしれないけど、では終わりたいと思います。一応ね、14なので。では行きます。セティム is all for the night. ありがとうございます。セティム is mini さん、ありがとう。イレメンエラブさん、ありがとうございます。ケンホリちゃんさん、ありがとう。ナイン is time for you さん、ありがとうございます。エイト is ありさん、 thank you very much。 セブン is ナクちゃんさん、ありがとうございます。オリちゃんさん、ありがとう。フィフティーズマイキさん、ありがとう。フォーティーズリョックさん、ありがとうございます。セディーズユズキチさん、ありがとう。セカンディーズヤスクさん、ありがとうございます。フィフティーズピッピートマトさん、ありがとう。ありがとうございます。ということで、本日も配信ありがとうございました。おめでとう、おうち。はい、ではナビちゃんもね、これからちょっとね、用事があるので、すいませんね。バイバーイ、またね、ありがとう。ありがとうね。いってらっしゃい、行ってきます。それではごきげんよう。